鼻緒。潜伏屋の鼻緒は、砺波織物の帯地を使用しております。着姿でいうお太鼓を意識して、柄出しを行い、職人が一点一点丁寧に製作しています。鼻緒の中には、足への負担が少なくなるよう、本間綿を入れて、そして、芯には麻紐を使用しております。一般的にはビニール製のものが多いですが、ビニールだと緩んでしまうことがあります。麻紐は一度すげると緩みにくいという特性があります。そして鼻緒の裏にはビロードを使用しています。足袋との接地面をビロードでカバーすることで、足袋が帯地に当たって擦れることを防ぎます。そして足元のポイントとなるのがツボ。潜伏屋では2種類のツボをご用意しています。こちらのベーシックなタイプの前ツボ、そしてツボが鼻緒本体を通して擦られてあるプレミアムタイプのこちらのツボ通し、見た目が美しいのと指当たりもソフトなのが特徴になります。